天津日高彦穂でデミソン高谷山上寮廃所高谷山上寮は鹿児島県霧島市溝部町六にある皇族寮宮区内町により天津日高彦穂でデミソンの三笹木に事情されている河合山寮、愛良山上寮と合わせて神代山寮と総称される五寮は標高390メートルの上割岡の頂にある両型は円墳で トリート柵で仕切られた五廃所の正面から約60メートル上の山頂に築かれているという。山陵全体の敷地面積は約5万3千平方メートルある。古事記に五両舎、即在にその高千穂山の西和也とあり、日本初期に宋二高屋山上三笹一、演技式書領式には日向高屋山上陵彦穂で未村陵在二日、 向井国一、無二良と一とあるが、当時すでに所在が明確に知られていなかったらしい。近世、所在について、主事の検討が行われ、江戸時代後期の知事、三国名小図絵』では、内野浦の北方村国見岳が、その所在地とされたが、明治元年に、三島道常らが、明治三年に、田中より常らが、1873年に、河山助夫がそれぞれ調査し、 翌1874年7月10日、当時の政府によって、溝辺村の上割岡が法理の三ささぎと定められ、整備された。これは、古事記の高千穂山の西という記述に基づいて、高千穂山を高千穂峰とみなし、高千穂峰の西に上割岡がありその近くに、天津日高彦穂,穂で未村を祀る高大民神社神社があって、昭法6年の棟札に高屋大明神と、 記されていたことから、鷹を鷹屋の鷹と結びつけたものと考えられている。に、現在地に先座されたという。明治5年5月23日に、明治天皇が、1907年10月28日に、当時の皇太子の代理として、自重の有馬純文がそれぞれ参拝した。1920年3月30日には、当時の皇太子が、 当郷平八郎を伴って参拝している。1940年代に後期2600年記念事業の一つとして東側からの参道が整備された。1962年5月には当時の皇太子と皇太子妃が参拝した。ありがとうございます。